方のカエル女子のお話です。アニメが好きで現実の男性に慣れていない女子に突然起きてしまうカエル化現象のお話です。ほらほら、ほんと何も見えないんだな。もう返してください。てえな、何すんだよ。何すんだよは俺のセリフ。過去の視力いじっていいのは俺だけの特権だから。なんだよ、覚えとけ。助けてくれたのってもしかしてよしき君？そうだよ、10年ぶりだね。てか相変わらずこんなど強いメガネかけてんだね。そうだよ、悪かったね。返してよ。俺の性格忘れたの？そんな簡単に返すわけないじゃん。どうしたの？10年ぶりに会った俺に見とれてんの？そんなんじゃないし、ただただちゃんと大人になったんだなって。まあね、今日から同じ学校やからよろしくね。よっ。そう何度も奪われてなるものですか。てか何その口調。ちょっと今プレイ中だから気が立ってるの。話しかけないで。荒野行動やってんじゃん。そうだよ、私ヘビーユーザーだから。え、マジ？俺もめっちゃやるよ。いやいや、いやマジだって。レベル50だよ。なわけないじゃん。だとしたら私よりレベル上だし、私がどんだけ荒野行動に時間捧げてると思ってんの。いや本当だって、ほら。え？師匠。師匠ってただただ楽しくプレイしてただけだけどね。てか一緒にやろうよ。私みたいな平民でよければぜひ一度ご一緒させていただけますと幸いです。オッケーオッケー、やろうよ。弱っ。全体像見えてないな。全体像と言いますと？フロアマップ、敵味方、そして自分の行動作戦を常に客観視してないとやられんぞ。いわばイーグルアイだよね。鷹の目のシーン。何ですかイーグルアイって。詳しくお聞かせ願いたいです。仕方ねえな、稽古つけてやんよ。はい師匠。ここ俺の隠れ家なんだよね。へえ、こんな場所が。早速やるか。あ、携帯貸して。つなげてやるんですね。そうそう、さっきも言ったけどとにかく視野が大事だから、純粋に画面大きい方が見やすいでしょ。まあ、俺はフィールド覚えてるからスマホでもいいけど。はい、覚えてらっしゃる。うん、まあ何回かやってたら覚えるでしょ。なんと視野がお広いイーグル。よし、やるか。スタート。オラ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 。第1手から違うって。なんで相手に直線してんの。はい、ついくせる。ちゃんと俯瞰して全体像を見て最適な行動を選ばないと。人生だってそうだぞ、考えずに行動しちゃダメだよ。昔から俺はそうなんだから。何をおっしゃってんの。昔から。そうだよ、小学校の時とか周りの空気読まない発言したり、あと運動会の時とかどっか行っちゃってたじゃん。そんな昔の話すごいじゃん。まあ俺はいいと思うけど、なんか芯があるっていうか自分持ってるなって。まあでもずっとだと角が立つから、周りの空気とか流れ見てうまくやらないとね。まあ私には無理ですよね。昔から集団行動が苦手でした。まあその辺はよしきがうまくやってよ。俺が？うん、再会したわけだし。再会したわけだね。じゃあまあそういうことで。はい。なんだか気づけばヨシキと荒野行動を一緒にプレイするようになったな。私は基本的に二次元が好きだったから、男子と一緒に話したりするのも初めてだ。
どうしていいか未だに分かんないけど、荒野行動が間を取り持ってくれている。うん、ありがとう荒野行動。いや、一人で何やってんの？あ、びっくりした。いや、なんでもないし、別にヨシキのこと考えてたとかないし。え、俺のこと考えてガッツポーズしてくれてたの？それは違う。いや、違わないか。そういうとこ昔から変わんないね。俺そういう過去の飾らないとこ昔から好きなんだよ。それはどう？いや、ちょい。おい、何？今俺告白したんだけど。誰が誰に何を？俺が過去に好きだってこと。え？ありがとうございます。どういたしまして。うん、好きだなって思ったから伝えなくちゃって。わかりました。じゃあ、はい、そういうことだから。はい、わかりました。じゃあもう帰ろうか。びっくりした。そうだね、やろっか。じゃあ行こう。うん。うん、え、何？いや、うん、何って何？携帯、モニターつなぐから。あ、はい。うん、やっと捕まえた。ずっと話したかったんだよ。この前も言ったけど、本当に俺は過去のことが好きで。うわ、帰る帰る。てなわけですよ。優しいし、昔と比べてかっこよくもなってて、いいなと思ってたんですよ。でも私が二次元好きすぎるせいなのか、急に男だなって感じてしまって、気持ち悪くなってしまって。わかります。憧れの対象が急に男を出してくると無理です。確かに、何なんですかね、あの気持ち。ねえ、本当に。じゃあ次はケロピッピの番だね。うん。